新かまいたちの夜、かまいたちの夜編の続きをやっていきます。前回は、このラウンジの上の方に、壁の上のカマがなくなったと。で、一体誰が何の目的で持ち出したのか。きっと犯人の仕業だよ。そりゃそうだろう。それ犯人だろう。かまいたちの仕業だよ。妖怪マニアの仕業だよ。妖怪マニア、かまいたち。でも、かまいたちの犯人の仕業だよ。そりゃそうなんだよ。犯人の仕業だよ。きっと犯人の仕業だよ。僕は答えた。よくそれ自信持って言えたな。京香ちゃんが首をかしげる。そりゃそうだろうな。犯人って何の犯人？全部の犯人さ。何全部の？妙なことが続いているのは実は偶然じゃないんだよ。黒井さんが転んだのは事故じゃなくて誰かが故意に転ばせたんだ。え？てんてんてん。京香ちゃんの表情がこわばった。さとみちゃんが熱を出したのも、向井さんが指を切ったのも、ゆきのちゃんが手首をひねったのも、神林さんの神経痛や大森さんの字がひどくだから、そこら辺はちょっとちっちゃいからな、本人次第だよな。京香ちゃんの霜焼けがかゆいのも、そのカマを盗んだ犯人のせいなんだよ。いやー、特に京香ちゃんの霜焼けは違うと思う。きっぱりと言い切ると、京香ちゃんは呆れたようにため息をついた。呆れられた。黒井さんの怪我だけならまだしも、私の霜焼けをかゆくした犯人がいるわけないじゃない。うん。それはそう思う。そうかな？そうかな？じゃないわ。面白いと思ったんだけど。あー、センスないわー。カイトの面白センスがないわー。そういう冗談で済めばいいけどね。これね、あのね、ちょっとここで言います。声をね、大にして、いや、中ぐらいにして言います。これね、マヨネって読んでたけど、これマヨネなんですよ。読み方。もう今ね、マスル君今ね、これ実況しながらドヤ顔してます。これマヨネ。マヨネですよ、皆さん。はい。京香ちゃんはためらいがちに次の言葉を発した。あのカマ、かなり古びてはいたけど、今でも十分に使えそうだったでしょ？もしあんなものを振り回されたら、そう、怖い。振り回されたら怖い。とっても怖い。不安げな彼女の横顔に胸がキュンとときめく。このタイミングで？大丈夫。その時は僕が守ってあげるからって言えないだろ？カイトは。かっこよく決めようと口を開いたその瞬間、何顎外れたとか言わないでよ。あ、お前かよ。お前来んなよ。池谷。お前いつもそういう時来る人。それが池谷。おいおい、どうなってるんだよ。ラウンジに池谷さんが飛び込んできた。ひどく顔色が悪い。あ、ついに池谷さんにも何か不幸が？終わりで？両腕をさすってガチガチと震えている。ああ。それね、扉が壊れているからです。あれ？まさやさん、お風呂へ行ったんじゃなかったの？行ったさ。行ったけど、寒くてすぐに出てきたよ。露天風呂にぶら下がった温度計を見て、肝を潰しそうになった。肝を潰しそうになった。なんと、零下20度。マジで？冷蔵庫でもさ、マイナス8度ぐらいじゃない？確か。零下20度って。信じられるか？信じられないよ、それは。暖炉に近づき、くしゃみを連発する。お、風邪ひけ、風邪ひけ。ライバルが減る。っていうか、あれ、まあ、関係性がわかんないけどね。零下20度。寒波がやってくるとは聞いていたが、想像を絶する寒さだ。雪はどんどん降り積もるし、風も強いし、湯船に浸かってもちっとも温まらないから、早々に退散だよ。
だったら内風呂に入ればよかったのに。ただね、京香ちゃん、扉が壊れてるんだよ。無理無理。露天風呂へ通じる扉が壊れて開けっぱなしになってるから、内風呂も冷凍庫状態だ。湯船に浸かってても髪の毛が凍ってくるほど、凍ってくるほどなんだぞ。すげえ寒いね。もうやってらんないよ。おまけに照明も壊れているらしく、あたりは真っ暗。それさ、真っ暗なのはさ、入る前にわからなかったの？わかったでしょ、絶対。後でオーナーに報告しておかないとな。それだけ浴室が冷え切ってるなら多分怪我には悪くなりませんよね。黒井さん、どうしても風呂に入りたい。黒井さん、ちょっと可愛い。どうしても、いつの間に目覚ました。寝てろよ、まだ脱臼が痛いだろ。いつの間に目を覚ましたのか、黒井さんがソファーから体を起こして陽気な声を上げる。黒井さん、こんな陽気な人なん？今回いいよ、なかなかいいよ、いいキャラだよ。嫌いじゃないよ。てか黒井さん好きだよ。疑われてたけど、何もこの人悪いことしてないからね。だったら僕、今から風呂に入ってきます。あ、わかっていると思いますが、みゆきさんには内緒にしておいてくださいね。すげえ入りたい。風呂入りたいよーの人だ。あ、行っちゃった。大丈夫？寒いんだよ、だって。よほど温泉に入ることを楽しみにしていたらしい。黒井さんはそう言うが、早いか、スキップをしながらラウンジから飛び、黒井さんスキップとかするキャラな。かわいいじゃん。いいじゃん。ご飯できた？ご飯。結局夕食は30分遅れの7時半に、午後7時半にスタートした。鵜飼さんの作った絶品料理に舌鼓を打ちながら、もっぱら話題となったのは温泉のことだった。え、エビチリのことは？お、ローズさん、本当に気持ちよかったわ。肌もツルツルになってとっても若返った気分。ワインを口に運びながら満足そうにそうつぶやいたのはローズさんだった。彼女の肌は食堂の照明を反射して眩しく輝いており、看護学生2人組に勝るとも劣らない張りを保っていた。すげえ張りじゃん。すげえ張りを保ったじゃん。それが温泉の効果だというのなら確かにすごい。お、強化も入ってこい。人気があるのもうなずけた。じゃあ、さとみも入っちゃおっかな。赤毛の看護学生、さとみちゃんが言う。まだ少し赤らんだ顔をしていたが、熱は引いたらし。ダメだよ、熱下がってもまだちょっと入らない方がいいよ、お風呂は。やめた方がいいって。見た目も元気そうだった。もう心配はいらないだろう。ねえ、いいでしょ？汗で体がベトベトして気持ち悪いんだもん。恐る恐るといった感じで隣の席のみゆきちゃんに尋ねる。あ、みゆきは許さんよ、そういうの。ダメって言うよ。ダメって言えよ。うん、どうかな、じゃないよ。体を温めるのは悪いことじゃないから、まあいいか。いいの？黒井さんのことあんな止めといて。里見はいいの？ちょっと里見にちょっと甘くない？ただし絶対に湯冷めはしないようにね。いや、するって。だってここ寒いんだよ。お風呂から出た後は薬と生姜湯を飲んですぐに寝ること。いい？いや、明日にしとけって風呂は。おい、池谷。笑顔で手を挙げるさとみちゃんの斜め向かいの席で大きなくしゃみを繰り返したのは池谷さんだった。何をすするんだこれは。何をすするんだ。何とも冴えない表情を浮かべる。お、黒井さん、どうだった。池谷さんとは対照的にホクホク顔を浮かべているの。これバレない？これみゆきにバレないの？お風呂、あんた風呂私ダメって言ったじゃないってならない？サングラスとマスクを外した顔が2枚目俳優ばりのイケメンだったことに誰もが驚きを隠しきれない。そう、超イケメンなんだ。やっとサングラスマスク取れたんだね、帽子と。僕、一
人と接するのが苦手で、だからサングラスとマックス、マックスって言っちゃった。これは認めます。マスクで顔を隠していたんですけど、このペンションのお風呂に使っていたら、なんだかだんだん勇気が湧いてきて、すげえ風呂の効果。万病に効くという噂は本当だったんですね。人見知り治る？風呂入ったら。すげえな。マサル君も行こうかな。治るんやろ、人見知りが。すげえ行きたい。まさに魔法の温泉ですよ。なぜか口調や態度まですっかり変わっている。怪我の方は大丈夫ですか？あ、でもこれ、あ、ちょっと待って、今さ、なんかさ、言っちゃったじゃん。万病に効くとか。これ、ちょっと怒られるんじゃない？心配そうにみゆきちゃんが尋ねた。やっぱり、温めたのがいけなかったのかな？ちょっと痛みます。あ、正直にもうバレてることはいいのね。私の言うこと聞かないからですよ。そうだよ、聞かないからですよ。でも、入りたかったんだもんね、黒井さん。それで入ったら人見知り治ったんだもんね。みゆきちゃんは頬を膨らませたが、その口調は柔らかかった。もうこの二人ちょっといい感じになる。でもさ、黒井さんすごい前にさ、雪乃ちゃんといい具合になんなかったっけ。やめて、そういう三角関係に持ち込むの。本気で怒っているわけではないようだ。すみません。黒井さんは頭をかこうと、右肩、あ、ダメダメ、右肩ダメだって。あ、痛い。しばらくの間その場をのたうち回っていた。相当痛いじゃん。のたうち回るほどの痛みって相当じゃん。自業自得だ。大丈夫ですか？飲み物を運んできた雪乃ちゃんが心配そうに彼の顔を覗く。おお、この二人がくっついてほしいんだわ。この二人がいいんだわ。なんかこのカップルが好きなんだわ。どうぞ。ご注文のワイングラスです。あ、グラスワインです。ワイングラスってワイングラスだけもらってもね。なぜか頬を赤く染めて。おーっと、やっぱこっちか。こっちでやっぱこの二人じゃないとな。この二人がお似合いなんだよ。好きだわ。ありがとう、ゆきのちゃん。黒井さんがウィンク、ウィンクとかしちゃうの、黒井さん。ちょ、なにこの、ちょっとこの、なに、ゆきのちゃん、ゆきのちゃんでちょっと恥ずかしがってるじゃない、ちょっと。ちゃんと目と目を合わせろ。あ、そってた。彼女は真っ赤になって厨房へかけていった。あー、この二人はもうこういうことですね。ウィンクするとかも黒井さんやる。なかなかやりてえ。イケメンにウィンクとかされたらもうやばいよね。なんと、京香ちゃんまでもがうっとりした表情を黒井さんに向ける。なんだよ、結局見た目かよ。女ってそういうとこあるよな。もう中身を見てほしい。おっとっと、出てきた、お前。カイト、このその格好はなんだね。これはまずい。もしや、このペンションの温泉にはモテモテになるという効果もあるのでは。お前も入ってこい。早く、早く入っといて。これは何としても試してみなくてはならない。おう、試せ試せ。僕は残っていたパスタを胃の中へかき込むと、ごちそうさま、温泉に浸かってきます。すぐさま席を立ち、浴室へと向かった。いや、そういう素直なところをでも、京香ちゃんは好きだと思いますけどね、カイト君。そういうとこ。何？玄関口の柱時計が鐘を8回打ち鳴らすのを聞きながら男湯へと足を踏み入れる。でも男湯寒いんでしょ？素早く服を脱ぎ捨て、内湯へ続くガラス戸を開けた。なんかこの黒い感じ怖いんだけど。あ、吹雪いている。吹雪いている。うおー。次の瞬間、気を失いそうになるほどの冷たい風が全身に襲いかかった。なんだこりゃ。目の前の光景に唖然とする。池谷さんの言う通り、あたりは真っ暗だった。あ、照明も壊れてるってよく黒井さん楽しめたね。この状況で。脱衣所の明かりが差し込んでいなければ、おそらく何も見えなかっただろう。
露天風呂へと続く扉は全開になっており、そこからものすごい勢いで雪が降り込んでくる。洗い場周辺にはすでに5センチ、嘘でしょ、5センチほどの雪が積もっていた。洗い場に、内湯の洗い場に5センチって相当だよ。これでは内湯からしてもはや露天風呂とほとんど変わりがない。寒いという感覚を通り越し、全身が、で打たれたように痛くなる。早くも指先の感覚がなくなり始めて、やべ、風呂なのに指先の感覚がないとか、もうないでしょう。このままあと数十秒立ち続ければ、メデューサに睨まれた騎士のようにカチカチに固まってしまうのは間違いない。急に例えを入れてきた。慌てて湯船に飛び込む。もう湯船だけで温まったらわーって出て服着た方がいいよ。すごい、この吹雪いてるこの状況でこの音楽なん？いいの？音響さんいいのね？この音楽で行くのね？じゃあ行くよ。途端、凍り始めていた体の組織が内側からじんわりととろけていくのが分かった。あ、やっぱ温泉には効果があるね。実に心地いい。でも雪見風呂って一回入ってみたいけどね。ちょっとね。僕は思わず年寄りじみた快楽の声を上げた。白濁したお湯はぬるりとしていて肌に効きそうだった。これでモテ男になれるならふやけるまで使っていても構わない。でもふやけた男はモテないと思うよ。そういえば、何そういえば、温泉に浸かりながら眺めるイタチビはまた違った趣があってさらに素晴らしいですよ。あ、そういえば言ってたね。あ、男湯の小窓から一望できるみたいな。深井さんの言葉を思い出す。ここから見えるかい？洗い場には鏡とシャワーが3つずつ取り付けられている。一番右側の鏡のほぼ真上に小窓があった。ほうほう、そこから見える。風向きが変わったのか内湯に吹雪が入り込んでこなくなった。シャワーの上の小窓に目を凝らす。小窓は開いており、そこから外の、風景を眺めることができた。外は相変わらずの猛吹雪。あ、猛吹雪すぎてちょっと見えないんじゃないかい？あ、やっぱりね、そのせいだろうか。小窓の向こうにイタチビは見えなかった。残念。次第に暗闇に目が慣れてくる。何この怖いんですけど、ちょっと。ちょっと、皆さん助けて、怖い。目が慣れてきたら。それまで気づかなかったが、洗い場の鏡には何やら文字が落書きされていた。あー怖い。最も脱衣所に近い場所に取り付けられていた鏡には、鎌。真ん中の鏡には、イタチ。露天風呂の近い鏡には、ノー。そして、その横の壁には、夜。鎌、イタチ、ノー、夜。すべての血を連想させる真っ赤なインクを使って乱暴に書き殴られている。へえ、怖い。ああ、音楽も変わったし、かまいたちの夜。なんだこれ。僕の声は震えていた。いやあ、もう一度、のと書かれた鏡の上の小窓に視線を移す。やはりイタチビは見えない。あ、追い払えてないっていうこと、もしかしてこのあのカマイたちを。それは本当に吹雪で視界が悪いからなのだろうか。もしこの悪天候でイタチビが消えてしまったのだとしたら、そう、それを今言ったの、心配してるのこっちは。それを100年ぶりに現れたカマイたちがいたずらを始めたとは考えられないだろうか。まさか、口に出して苦笑する。なんかこのさ、文字にもなんかヒントがあるんかな？これ問題編でしょ？今んとこよくわかんないんで、犯人とか言われてもな。
そんなことが現実に起こり得るはずがない。しかし不気味なのも事実だ。うわー、なんだね、何が起こったんだね。振り返ったら、そこに得体の知れない何かが立っているような気がして、僕は転がるように湯船から飛び出した。え、誰？え、確かめないの？それ、誰かが立っていなかったの？何？何？何？怖くなったり怖くなくなったり。濡れた体もろくに拭かずに男湯を後にする。それ風邪ひくやつですよーだ。ラウンジから笑い声が聞こえてきたので、一目散にそちらに向かって、ちゃんと服着た？服着てる？大丈夫？ラウンジではみんなが暖炉を取り囲み、何やら楽しそうに語り合っている最中だった。おう、紛れ込め。ああ、よかった。ああ、この音楽ありがとうございます。この音楽は本当にありがとうございます。やだー、マサヤさんたらー。ワインに酔ったのか、京香ちゃんが陽気に池谷さんの肩を叩く。二人の膝はほとんど触れ合っていた。ちょっと。ここちゃんとおじさんとおいっ子の関係でしょうね。ちょっと近すぎるんじゃないの？嫉妬の炎がメラメラと燃え上がる。お、クレさん。尻尾を取り替えますから肩を出してくれますか？あ、痛い。君、本当に看護師の卵？みゆきちゃんはもっと優しくやってくれたけど。私はスパルタ主義なんです。クロイさんとサトミちゃんもなんだかいい感じだ。で、違う違う、お前とお前とお前じゃない、ユキノちゃん呼んできて、ユキノちゃんを。てかさ、クロイさんちょっと浮気症じゃない？ちょっとそういうのやだ、そういうのやめて。いくら人見知りが治ったからってそういうのやめてほしい。メラメラ、何メラ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 。お、神林夫妻は暖炉の炎を見つめながら何やら昔話に花を咲かせていた。あの赤い靴ひもの話かい？みんな会話に夢中で、僕がラウンジへやってきたことにまるで気づいていない。あ、一人ぼっちの人？あれ？みゆきちゃんは？誰にともなく尋ねると、夕食後片付けを手伝ってるよ。あ、大森くんか。もう一回言います。夕食の後片付けを手伝っているよ。ねえねえ、君、プリティの中では誰が一番お気に入り？付き合ってやれば？あれ、付き合ってやんないの？唯一僕に話しかけてきた人物が彼だけというのはあまりにも悲しすぎる事実だ。もう大森くんに失礼だぞ。それは。おー、坂巻くん、温泉はどうだった？涙をこらえていると、お前な、そんな寂しかったの？カイト、ようやく神林さんが声をかけてきた。内風呂にまで雪が入り込み、尋常じゃない寒さでしたけど、湯船はとても気持ちよかったですよ。いや、そんなことより他もう一個先に言うことあんだろう。お前、かまいたちの湯って書いてあったやつを言わねばだろう。それなら私も一風呂浴びてこようかな。ひげを撫で、神林さんは椅子から立ち上がった。え、ちょっと言ってあげた方がいいよ。大丈夫ですか？想像を絶する寒さですけど、だからそこじゃねえっつってんだろ。そこじゃなくて、もう一個言うことあんだろうよ。僕でさえあまりの寒気に、あれ駅に一瞬気を失いそうになったほどである。おいおい、年寄り扱いしないでほしいな。温泉が楽しみでこのペンションを選んだんだ。入らずに帰るなんてできるはずがないだろう。あ、ほら、ちょっと待って待って待って、違うんです、すげえ怖い文字書いてあるって言えや。カイト、神林さんをそう口にすると大股でラウンジから出て行った。大丈夫かな、風邪をひかなきゃいいけど。心配そうに
京香ちゃんがつぶやく。だからそこじゃないんだって、風邪とかじゃなくてそれよりもすごいでっかい問題があるの、あんの男には。ああ、見えてあの人とても神経質でね、毎日お風呂に入ってきちんと体を洗わないとぐっすり眠ることができないたちなの。だからどれだけ引き止めても無駄だと思うわ。違うんだって、訳ありなんだって。今の男湯には文字があるんだって。あのローズさんが申し訳なさそうに肩をすくめた。そういえば無造作に見えるお家もよくよく観察すると丁寧に整えられていますもんね。さすが京香ちゃん。いや、さすが京香ちゃんって思ってないで、それをさ、なんで言わんかね、なんで言わんかね。雑誌の編集者だけあって細かいところまでよく観察している。あの人、ヒゲに対するこだわりは並大抵ではないわよ。まず湯船に15分ほど使ってヒゲを柔らかくして、それから3種類の専用ハサミとカミソリで細かく整えていくんだから、めんどくせ、こだわりめんどくさ。ローズさんのその話を聞いてますます心配になった。だって暗いんだ。そうだよ、真っ暗だよ。冷夏20度の洗い場に長時間座っていたら凍死しないまでも間違いなく風邪をひくだろう。いや、さすがの看板さんもそれに気づいたらさすがにその冷えの手入れはしないでしょう。お、ゆきのちゃん、皆さんハーブティーをどうぞ。そこへゆきのちゃんが現れた。相変わらず恥ずかしそうに頬をあからめている。お口に合うかどうかわかりませんが。おう、おう、黒井さん、ちゃんと雪のだけ見てて。お前、雪のだけを見つめてて、ちゃんと君が入れたのかい。とても美味しいよ。いち早くカップに口をつけた黒井さんが笑顔で答える。雪のちゃんの顔はペンキを塗りつけたみたいにますます赤くなった。お前入ってくんなよ。お前入ってくんなよ。今黒井さんといい感じだったのよ。あ、そういえば何、鏡に記された不気味な落書きのことを思い出し、僕が遅えよ。もう神前さん、お風呂行っちゃったろ。洗い場に赤いインクでかまいたちの夜と書いてあったんですけど、あれ何なんですか。私が掃除している時にはそんなものはありませんでしたけど。雪乃ちゃんが首をかしげる。俺も気づかなかったな。まあ俺が入った時には照明が壊れて真っ暗だったし、寒くて周りを見る余裕なんてなかったわけだけどってと池谷さん。ずっと露天風呂に使っていたので僕も全く。なんであんなの絶対わかるでしょ。なんで二人はわかんなかったの。さらに黒井さんが答える。これ神林さんに聞けば確実だに、今だって神林さんはカイトの後に入ってるわけだからだよね。みんな落書きには気づかなかったようだ。無理もない。僕だってイタチビを気にして小窓の外を覗いていなければ暗闇の落書きなど全くわからなかっただろう。ああ、そうか。おお、それにしても一体いつからあの落書きはあったのだろうか。一体誰があの落書きを書いたのだろうか。一体あの落書きには何の意味があるのだろうか。いや、いつからは気になるね。ま、結局いつかか誰かは一緒なんだけど、何の意味があるのだろうかも気になるんだ。これ全部気になんな。何の意味があるのだろうが、ちょっとでもこれにしようかな。なんか上の立つ一緒の感じするしね。一体あの落書きには何の意味があるのだろうか。
かまいたちだからいい。この赤字怖えよ。赤い文字で、確かにそう書かれていた。うん。私もしかと見ました。その文字。かまいたちが来て人間を襲おうとでも言うのだろうか。かまいたちの落とし物だというカマがなくなったのも、かまいたちがあのカマを振るおうとしているからなのか。もしかしてかまいたちが本当に現れたのかな。ふふ、こりゃ楽しみだ。嬉しそうに笑ったのは大森くんだった。お前字だろ？大丈夫？座れる？彼は僕の腕をつかむと、ふうふうと、気味の悪い笑みを浮かべた。なんで掴んだの？なにこの手？そう、なんで掴んでくんの？僕もその落書きを見てみたいと思って、ねえ、もう一度お風呂へ行こうよ。行ったらないとかあんの？もしかして、何言ってんだよ、お前みたいな感じになる？一人で行ってくればいいだろ？冗談じゃない。無下に彼の手を振り払う。いや、一緒に行って確かめた方がいいんじゃない？やだよ、一人じゃ怖いもの。看板師さんがいるよ。そうだ、今入ってるよ。今入ってっか、行っといで。あの人、ちょっぴりおっかなそうだもん。ねえ、だからお願い。今、風呂から上がったばかりなのだ。また、あんな寒い思いをするのは、まっぴらごめんだし、気味の悪い落書きも二度とは見たくはなかった。でも、一人じゃないから行って確かめた方がいいと思うよ。はっきり断ろうと、口を開いたその時。あれ？カイトくん。何？なんだかちょっと顔が引き締まったんじゃない？何現象それ？何効果？唐突に京香ちゃんが言った。でもカイトってもやしっこでしょ？引き締まっても嬉しくないんだけど。え？本当に？なんでちょっと嬉しかったの？なんで嬉しいのそれ？うん。さっきまでよりかっこよく見えるよ。おお。そういうこと？本当？マジで？本当？もしかして、温泉の効力かな？うわぁ、だったら、やっぱり私も入らないと。いや、危なくない？オンラインにもあの文字とかあったら危なくない？ちょっと。もし、京香ちゃんの言葉が真実なら、もっともっと湯船に浸かって、イケメンにならなければいけない。うん。行く？じゃあ。あ、行く！チレッチャ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 。この音楽いいね。大森のテーマソングみたいなとこあるからね、この音楽。大森くん、一緒に風呂へ行こう。彼の両手をギュッと握りしめる。なんかすげえ仲良しじゃん。仲良しじゃん、今日。ありがとう。じゃあ早速。手をつないだまま、僕たちは意気揚々と男へ向かった。いいね、この音楽。これで看板師さんが今風呂に入ってます。で、カイトと大森くんで行って魔文字を確かめるということだ。じゃあ次回はそこからやっていきたいと思います。今回はこの辺にして、この音楽とともに、お別れです。それでは皆さん、またご視聴ありがとうございました。